3年前、創薬センターで入院中の認知症患者が殺害された。当時容疑者とされた死刑囚大久保新平は今なお潔白を主張する。そして一連の事件がアドデック9の人体実験であったとする矢上の仮説は、寺沢恵美殺害の真犯人を浮かび上がらせた。海藤さん、気のせいかな、なんかじっと見られてる感じがするんだけど、聞こえてるか？おい、カイトさんどこだ？こっちだ、待ってろ。カイトさん、あんた敵連れてきちゃってるぞ。もう諦めろよ。ほら、捕まえた。お前、羽村の手下だな。あいつはどこにいる？てめえはもう終わりだ、八神。なんだと？あれ？この間とは形勢逆転だな、カイト。羽村？手引くチャンスは何度もくれてやった。それを突っぱねてここまで来たんだ。覚悟はできてんだよな。お前らはやりすぎた、羽村。これでやっとすっきりするわ。ちょっと待ってくれ。もう面倒なのやめましょうよ、親父。こっちだってできるだけあんたの顔は立ててきたんだ。頼む。あんたはこいつらの親代わりかもしれねえが、その前に松金組の親分でしょう。もう他に道はねえってことぐらい。いい加減にしろこの野郎。親父に10年間向けんじゃねえ。よせ、カイト。誰に向かって口聞いてんだ。うわ、カイト、カイトさん。八神さん、カイトさん。ダメだよ、今は僕についてきて。くそ、待てくれ。止まれ。羽村、まだこんなとこにいたんだな。逃げそびれたか、この野郎。海藤さん話せ。へえ、てめえが指図できる立場か。海藤さん。おい、呼んでるぞ。
てめえ。さあ、まあ見ろ。今度こそ蹴りつけられそうだな。少しだけ待っててくれ。少しだけだぞ。やってやるよ。てめえは名乗り殺しだ。